過ごし方公開おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、いや、公開記念ということで今日はチューブ横断舞台挨拶。そうですね、はい、まずは最初はこちらの劇場ということで、はい、お猿さんからでは皆さんにお願いします。はい、本日はブルーヘブンを君にを、ご覧いただきましてあ、違いました。今日あの小林くんと中原くんが応援しに来てくれてるんですけど、ね、うちわを持ってありがとうございます。こんにちは、生まれるね。もうちょっとね、バレない服を選んでもいいんですよ。そんなオレンジの服じゃなくてもね、めちゃくちゃ悪い、ね、救命胴衣みたいな色を着てますけど。そうですよね、小林くんは来月ね。はい、はい、来月ね、はい、まあ本当に今ちょっとコロナで、まあ、あの愛知県も土日ちょっと映画館が閉まってしまったりとか、すごくあの悔しい思いはしているんですけれども、それでもこれだけ多くの方が、今日も足を運んでくださいまして、すごく嬉しいですし、諦めずにPR していきたいなと思ってます。で、今日はあの皆さん上映後ということで、もう何でも話せるということでいっぱい話していきたいなと思います。お願いします。はい、どうもありがとうございます。さあ、それでは勝監督お願いします。あ、すいません、あのもうなんかこの映画館がね、なんか舞台挨拶の条例みたいになって、僕何回も来てるんですけど、ここあの、またあの皆さんにお目にかかれて、ありがとうございます。光栄です。あのもう何回か見た人いますよね。あ、ありがとうございます。今日初見の方はどれぐらいですか。ああ、でも初見の方やっぱ多いですね。そんな後ろの方に座らなくてもちょっとこっちの方に来ちゃいます。確かに、はい、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございます。いやーね、あのマサルさんもいろんな全国で PR をされて、はい、感触はいかがでしたか、皆さんの。そうですね、特にあの熊本に関してはあの熊本城が出てきたりとかするので、すごくやっぱ反応も良かったですし、あの実際熊本かなり入っていただいてるみたいで、あの やっぱりこうこの映画ってやっぱ全国っていう部分ではすごくあの地元 の方言が出てきたりするとやっぱ嬉しいんだなっていうのは感じますね。はい、熊本もね、やっぱり今地震の復興中ですからね、はい、ぜひとも応援したいなという、ね、本当にそうですね、感じがしますけれどもね、はい、で今回も一柳総具総本店さん あのご協力で名古屋ロケ多かったじゃないですか、はい、だからこう地元でのなんかこう なんていうの映画の撮影って どんな感じですか。やっぱり安心します。そうですね、まあ、でも一柳さんのとこなんで、まあ、基本的にあの屋内のシーンが多かったんですけど、まあ、でもやっぱり橋爪さんとかが実際こう名古屋にいらっしゃるっていうのはすごく嬉しいですよね。はい、はい、監督ももう本当名古屋常連みたいになっちゃって、名古屋ねまあ近いですけどね、まあ、あのもう大体どこに何があるか分かりましたけど、はい、ここの裏の動線とかも全部分かってますけど、そうですねスタッフのように、ね、なってますよね、はい、さて、今日はですね、まあ、皆様からいろいろこうね、ティーチンというかあのご質問いただこうかなと思ったんですけれども、はいはい、まあ、あのこんなご時世でございますの です、ね、公式のホームページで、すでにあのツイッターですね、こちらで質問をいただきまして、はい、でそれをまとめたものを、はい、あの今日は抽選箱に入れてきましたので、はい、これで引かせていただいて、ちょっとお二人にいろんな質問をしたいと思います。わかりました、何が出るかなって感じなんですが、はい、まあ、でももう上映後ですから何言ってもいいですよね。そうですね、はい、よろしいですか。おいっす、大丈夫ですか。はい、何が出るか分かんないですよ。全然、はい、あの何でも大丈夫です。僕は、はい、あの逃げた錦蛇とか出ないですよねあれは見つかってないからねで名古屋まで来てないと思いますけど、はい、そうですね、はい、じゃあ行きますよ。よろしいでしょうか。お、あ、これはですね、今あのこのミッドランド の、はい、あの舞台挨拶に参加予定の方って書いてありますね。お名前はあえて、いませんけど、水野勝さんに質問です、はい、今回そうそうたるキャストの中でお芝居をされていましたが、はい、今後の役者人生を過ごしていくために参考にしていこうと思ったり大切にしていこうと思った先輩の役者さんたちのお芝居はありましたでしょうか。あ、という、ね、ご質問です。ありがとうございます。それこそあの先日のドラシネで僕あ、はい、あの話させていただいたんですけど、あの病院のシーンであの橋爪さんと、ゴリキさんのシーンなんですけど、あの監督がこうアングル最初にこう決めて、橋爪さんがちょっと真ん中寄りに座ってらっしゃったんですよね。で橋爪さんに監督が、あの橋爪さんこれスタートの位置を、お芝居のスタートの位置をもうちょっと端から始めたいんで、椅子のもうちょっとこう端っかに座ってもらっていいですかっていう演出を監督がしたんです。
じゃあ橋爪さんが、いやもう自分でやるからちょっとあのやめてみたいな感じでちょっといやいいんだよ俺はここでって言われたっておっしゃったんですね。で、あ、橋爪さん、いやまああの監督で言うこと聞かないのかなって思ってたんですけど、僕現場でそれ見てて全然聞かないですよ。そしたら橋爪さんがこうゴーリーさんがバーって走ってきた時にトントンってこう椅子を叩いて、自分がこうずれてね、ずれながら椅子を叩くっていう、まあそういうシーンあったんですけど、分かりました、自分がこうちょっとずれるっていう、はい、あの演技を見た時にその監督の意向も答えながら自分の演技をするっていう部分がすごく、あの生で僕は見させていただいたのすごく勉強になったし、やっぱ役者ってそういう作業をしていくものなんだなと思って、まあ、普通だったら多分監督に言われたら端っこからスタートしちゃうと思うんですよ、自分の芝居を。いやあれね、俺橋爪さん正しいと思った。結局ああいう風に急に何かがあった時っていうのは、はい、ここに誰かが座るということは想像してないわけですよ、うん、そうですよね。だから普通はあの人の、あの大原慎一の性格だと真ん中に座る男なんですよ、はい、あのソファー見てても真ん中に座るそうですね、座ってましたね。で来たからこっちに座りなさいっていう、うん、あの父親らしい一つの仕草、なるほどなと勉強に俺もなりましたよ、うん、あそうかと思って、そうですね、あのシーンを僕は生で見れたんで、はい、すごく財産になりましたね、あのシーンは、はい、そうですね、うん、そうそうたる、ね、俳優さんたちがたくさんいらっしゃるの で、ね、はい、刺激がいっぱいあって、めちゃくちゃもうすごい教材が周りにず全部あるみたいな感じなんで、はい、そうですね、はい、ありがとうございました、はい、さあそれではどんどん行きましょうか。よし、では続いてはたくさんねいただいたんですよ、本当に今日はありがとうございます。さて、続いての質問なんですが、大原夫妻の金婚式をお祝いする姿がとても幸せそうで印象的だったんですが、大切にしている記念日や記念日に関するエピソードがあったら教えてくださいということで、これはお二方です。はい、監督ありますか。監督から、はい、大切にしているエピソードですか。記念日、記念日、記念日、記念日のエピソードということです。そうです、すいません、僕ね、あの結婚2回してるんですけど、2回ともね、いつ結婚したかも、あのいつもね奥さんに言われてたんですけど、私の誕生日覚えてないでしょって言って、おー覚えてるよって言うんですけど、あと、あ、何したったかなとか、なんかあの全然覚えないんですね、そういうの記念日とか。そうなんですね、まあ、だから離婚したってことですか。まあまあ、大事にしないとダメですね、そういうの。そう、それはやっぱダメですね、でもいつも忘れるんですよ、なんかね、常にこう、なんかだからフェイスブックって楽ですよ、 あのこの人の誕生日って来るじゃないですか、ああそうだとかって言っておめでとうとか、なんかいかにも知ってるようにできるんで、で教えてくれますからね。そうですよね、もう記念日も書いといた方がいいんじゃないですか、フェイスブックとかに。そうすると教えてくれますから、ね、そうでしたか。はい、浅見さんどうですか。僕はまあまあ、でも両親の誕生日ぐらいですかね、あんまりまあ昔は気にしたことなかったんですけど、うちの父親が6月7日で母親が7月7日で、まあ1ヶ月違いなんですけど、でちょうど結婚記念日もそこの辺なんで、毎年まあ一応そこはあのまとめて、6月だと母親が入って、大体母親に合わせて父親とセットであのなんかあげてますけど、まあ今年還暦なんで、ちょっとなんか考えないとなっていうのは今やってますけどね、うん、それ水野君って毎年あげるの、何か毎年なんかおめでとうとかなんかあげてましたね、それこそあの航海士の役やってた時とか、僕夏であの名古屋にいなかったんですけど、あの郵送で送りましたね、東京から。まあ、それぐらいはやっとこうかなと思って、あの今までずっとやってこなかったんで、そういうのこの仕事始まってしばらくしてからやるようになりましたかね、うん、すごいね、はい、いい息子さんですね。いい息子さん、ちょっと好感度が上がっちゃいました。そう、いや、あの橋爪さんが現場で言ってたんですよ、はい、いい青年じゃないかってだからあやと結婚したらいいじゃないかってなんか現場で言ってたんですよ。ゴーリーさん、あやってゴーリーさんがね、ほら娘が結婚したくないとか言ってたじゃないですか、そうですね、いい青年じゃないかとかって言って、橋爪さん現場で、僕はでもちょっと億万長者じゃないんで、ね、それでもよければですけど、まあ、そういう方、そうお金を見る方ではないっていうのも分かってるんですけどね。まあ、もちろんそうですよね、まあ、でもね、やっぱりこうやって主演を張ったりすることが親孝行だと思いますよあ、そうですね、あのあ、なんであなたが反応してるか分からない、あなたお母さんじゃないですか違うから、
まあでも昨日うちの母親もあの大高に見に行ってくれたみたいですね。はい、素晴らしい、もう本当にいいあの親孝行だと思います。ありがとうございます。さあそれではどんどん行きますよ。はい。はい、さて続いてのご質問です。お、監督に質問です。監督来ました。水野くんに菅野の役をやらせてみようと思ったきっかけと、それから決まるまでの経緯を教えてください。あ、名古屋の舞台挨拶にいらっしゃるって、ありがとうございます。難しい質問ですね。そうですね、まあ菅野くんでどうだって話があった時に、あ、菅野くんじゃない、水野くんでどうだって話があった時に、はい、僕は知らなかったので一回 見させてくださいって言って、彼がやってる、舞台の何でしたっけ、あれ、やってましたね、文化祭っていうのをやってました。パシフィコで、パシフィコでやってました、ね、はい、漫才とかライブとかいろいろあるやつですね。であれを見に行って、漫才を見て、この漫才ができるんだったらこの菅野っていう役はできるなと思ったんですね。要はちょっと見てるから分かりますけど、前半ものすごくコミカルに、まあ、変な言い方するとドタバタ吉本新喜劇みたいなのをちょっとやりたかったんですよ。はい、うん、だから、それにちゃんと応えてくれる、はい、感じがあるなっていうのは、まあ、思いましたね。はい、おちょこちょいの役ですもんね、最初の、まあ、最初はね。でそれが一番最後にお父さんに電話する時にかっこいいからいいんですよ。あこ泣けるんですよ。 あれはかっこいいカットなんですよ。ありがとうございます。胸がグッとこう張ってね。でそう思ったでしょ、あの最後のね、あれがかっこいい。やっぱりこう、うん、作り手の方がこうやってかっこいいとか面白いって、いや、ね、おっしゃるっていうのがもう最高の褒め言葉です、ね、いや嬉しいですね。でもなんかこの格好のつけ方もこのライブとこの役者で全然違うのも、やっぱここ数年ですかね、ちゃんと役者を一生懸命やりだしてから気づいたことで、見せ方がやっぱ全然違うので、ライブはちょっとこうわざと自分から発信しに行かないとかっこいいっていうのは伝わらないんですけど、格好つけないことがかっこいいのが役者なんで、これがやっぱその違いなのかなと思いましたね。おちょこちょいはどうですか？おちょこちょい。おちょこちょいですか？おちょこちょい。あ、でもなんか最近それこそメンバーにちょっと意外と天然なんじゃないっていうのは言われてますね。はい、なんか物がねえとか言ってすごい探してたらすごく目の前にあったりとか。大丈夫ですか？なんか意外とそういう抜けてるとこがあるみたいで、はい。この間舞台の演出家さんにもなんか、君すごい可愛いからそういうの自覚した方がいいよって怒られましたね。変な怒られ方したんですけど。最近ね、また違うキャラがこうね、そうですね、ね、はい、いいですね、広がりますね。そうですね、広げたいですね。まだ大丈夫ですか？はい、あ、じゃあまだ OK だそうです。はい、行きましょうか、ね、できる限り皆さんのご質問を読みたいと思います。さて熟春が劇中でのキーワードになっていると思うのですが、熟春してるなと感じたエピソードはありますか？熟春してるなっていうのは、まあ、監督です。監督ですね。あ、まあこのことは僕がちょっと作ったんですけどね、はい、要はなんかないとね、青春の時ってなんか悪いことしても言い訳的にね、俺たち青春時代だからいいじゃんみたいなのがあるじゃないですか。だから熟春っていう言葉があると、僕らもう年取っててもね、もう熟春してんだからいいじゃんみたいなことにしたかったんですよ。そういう意味で熟春っていうのは、だからもう我々の年齢になると、もうなんか怖いものがもうないんですよね。で昔若い頃にはやっぱりこう将来のためとかと思って何か我慢したりとか、なんか今節約しないといけないとか、例えば子供のためにこうしないといけないとか、いろんなことでこう我慢してきた人生ってやっぱあると思うんですよね、若い頃って。でももう今になると将来ですから、その時考えてたということは、もう今から好きなことしてもいいんですよっていう意味で、好きなことしていいですよとイコール熟春になるんですね。まあそれぞれのですね、人の感じ方って映画は、ありますから、まあ一概に、こう見てくださいとか、こういうことですよとは僕はあまり言いたくないんですけど、まあ僕の中で、ちょっと意外なのはですね、この映画まあ50代後半とかそれより、上の年配の人向きにある意味、内容はちょっと作ったんですね、僕の中では。ただですね、見た人の感想を聞くと、その若い人がですね、なんかこの映画がものすごく評判がいいっていうのを聞いて、まあこれちょっと僕の、なんですか、計算できなかったことだったんですけど、それがすごくちょっと、嬉しく思います。いろいろリアルタイムとか、いろんな SNS
SNS にこう書いてくれてるのを読んでると、うん、若い人がやっぱ気に入っていただいたので、本当になんか作って、プラスアルファがあってよかったなと思いますので、皆さん、ね、タイトルから行くと、なかなか若い人はなんか俺関係ねえやというような、なんか感じのタイトルなんですが、ぜひ、ここに来てる若い人たちが、皆さんに、友達とか、若い人でも楽しいよって、宣伝してくれれば嬉しいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ちょうど昨日の池袋で、監督が出会った方のお話をさっき僕は聞いたんですけど、60代ぐらいの女性の方で、映画ファンで、もう本当に一週間でほぼほとんど映画館にいるような方なんですけど、この映画をきっかけに僕のことを知らなかったみたいで、なんか知りたいって言って、そのままグループのことを調べてくれたりとかしてくださって、その、まあ、映画だけじゃなくてやっぱりこう、普段僕はグループなので、そういう部分をこう、拡大していけてるのかなっていう手応えもやっぱり感じますし、あとはやっぱり今映画業界がすごく、苦しくて、演劇は OK で映画ダメみたいな感じで今ちょっとニュースになったりとかしてますけど、本当にミニシアターがなくなっていったりとかしていて、まあどの業界も大変だっていうのはすごくわかるんですけど、このままいくと本当に映画が持ってる力がもっと弱まってしまうんじゃないかっていう危機感も感じているので、好きな映画だったらやっぱ劇場で見てほしいですし、何年かこう、ね、積み重ねてきたこうアスリートとか、ね、が夢の舞台で結果を出すように僕らも何年もかけて、このために作ってきたものなので、それがやっぱ簡単になくなってしまうっていうのはすごく悔しいなと思うので、なるべく皆さんも劇場に行ってみてほしいですし、周りの方に、絶対これ誰かと見たいっていう映画なんで、その方をぜひ空いてる劇場で、連れて行ってもらえたらいいなって思います。はい。お願いします。はい。どうもありがとうございました。はい。はい